現在、日本の防衛装備庁が開発を進めているレールガンについては将来レールガンの研究として、2022年から高初速で弾丸を連射可能な次世代の砲として研究開発に取り組んでいるね。2022年12月に公表された防衛力整備計画において、防衛省ではこの先もレールガンに関する研究を継続していくことが明記されていて、2024年度防衛予算においても研究費として236億円が盛り込まれ、日本の次世代装備として期待されているぜ。今回はそんなアメリカが開発を進めたレールガンの開発を日本が継続している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。レールガンとは、平行に設置された2本の長い電極棒をレールのようにして、その端に金属製の小さな弾体を乗せた上で、その2本のレールに瞬間的に膨大な電流を流すことで強力な電磁力を発生させ、その強大な反発力によって金属弾体を超音速で射出するという極めて単純な構造の方だね。強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力ローレンツ力で弾体を射出するという、以前からから SF 小説などにしばしば登場している電磁砲とも呼ぶべき砲だよ。レールガンの原理として知られるローレンツ力とは、いわゆるフレミング左手の法則で表される力のことだな。この法則は、左手の中指と人差し指と親指を立てて互いに直角90度に交わるする関係になった際に、中指が指し示す電流の流れる方向と人差し指が指し示す磁場の方向に対して、親指が指し示す方向が導体または過電粒子が受ける力の方向を示しているとされるぜ。レールガンは膨大な電力を瞬時に流すことで、強大なローレンツ力を発生させて弾体を加速させて発射するもので、その弾体はマッハをはるかに超えるスピードを得ることができ、その強烈なエネルギーを持って目標を破壊する方だね。このレールガンについてはそもそもアメリカ軍、特に海軍が主体となって研究開発を進めていたよ。アメリカ海軍が主体となって試作したレールガンの射出実験は2010年に実施され、その際には 310.4kg の砲弾を射出することに成功しているね。また、その他にも飛翔している無人航空機ドローンを撃墜するなど試験においてその効果が実証されたことから、アメリカ軍では2016年までに水上艦艇にレールガンを搭載して、2020年までにレールガンの洋上射撃試験を行うとする計画を公表していたぜ。アメリカ軍では仮想敵国から発射される弾道ミサイルや極超音速ミサイルに対して、非常に高価な防空ミサイルシステムによって防衛するよりも、低コストでそれらを撃墜可能なレールガンが将来的に防空システムとなると考え開発を進めていたわけだ。しかし、アメリカ軍においてレールガンを対艦対地攻撃用兵器として開発を進めていている間に、中国やロシアでは長距離を超音速で飛翔する極超音速兵器の開発が進められていて、それらの実用化に成功していて、アメリカ軍が気づいた時にはその分野において大きく遅れをとっていたな。そこでアメリカ軍では開発にまだ時間がかかると思われるレールガンよりも、ロシアや中国に対抗すべく極超音速兵器の開発を優先すべきであるとする声が次第に高まりを見せ、さらにロシアや中国の極超音速兵器の射程距離が大きく延伸されて、レールガンの射程距離を大きく上回ることが明らかになったことなどもあり、レールガンの存在意義が薄れていったんだ。その中でもアメリカ海軍は実用的なサイズや性能を満たす艦艇搭載用のレールガンを開発するため2005年からのレールガンプログラムにいては、少なくとも2種類 BAE システムズ製及びジェネラルアトミクス製のレールガンを実際に製造して、音速の約6倍以上の速度で弾体を発射できることを陸上テストで実証していたんだけど、プログラムの目的である肝心の水上艦艇に搭載可能なレールガンのプロトタイプ開発については何度も浮上しては延期されるというプロセスを繰り返し、その度に何度も計画打ち切りの噂が流されていたよ。そして、アメリカ海軍は10年以上にわたって実用化に向けて研究開発を進めてきたレールガンの開発プログラムについてついに、アメリカにおける2022会計年度予算案の中で開発費を要求していないことが明らかとなって、
そのことによってレールガンプログラムはすでに予算がつけられていた2021年度をもってその研究開発を終了することになったね。さらにアメリカ海軍は、レールガンプログラムで獲得した技術を流用して研究を進めていた。水上艦艇に通常搭載されている5インチ艦砲の主砲弾よりも高速で、かつ誘導システムを組み込んだ HVP 超高速発射体弾の開発計画ガンローンチとグーディドプロジェクテル GLGP を進めていたんだが、この計画についても2022年年度以降における予算を計上しないことを明らかにして、GLCP プログラムの研究開発は終了したとの内容を議会に提出した資料の中で述べているぜ。ただし、HVP 弾への再投資への可能性については国防総省の戦略的能力室が進めている評価分析が出た後に再検討すると説明しており、その評価分析によっては開発再開への可能性も一応残されるとしているのであるが、ここまでの状況を鑑みるにその開発については悲観的な見方が多いらしい。これは迎撃が困難とされている極超音速兵器の登場によって水上艦艇による火力投射の範囲はこれまで以上に拡張されることは確定的となり、その範囲に到底届かないレールガンや HVP 弾に開発資金を投入して実用化させたとしても、極超音速兵器を持つ中国やロシアとの戦いでその効果を発揮する機会が与えられる可能性があまりにも低く、その中でも特にレールガンに関しては実用化時期のめども立っていないという状況において、アメリカ海軍では国防予算の確保が厳しいとされている昨今のアメリカの経済力で、開発資金を供給し続けるのは不適当であると判断したと見られているな。このようにアメリカが諦めたレールガンではあったけど、日本の防衛装備庁では低コストでの運用が可能な将来兵器としてレールガンの開発を進めていて、プロトタイプの試作に成功した後は基本的な発射実験において成功を積み重ねており、その結果として現在は実用化に向けて第2段階にステップアップしたとしているよ。防衛装備庁の技術戦略部技術計画官付き総括班長防衛技官である松井博樹氏は、レールガンについてはまだ具体的に装備化できるめどが見えている段階ではないが、注目の技術なので速やかに実用化したいと開発に意欲を示していて、ここまでの開発が順調に推移していることを示唆しているね。防衛装備庁が製造して地上射撃試験などに成功したレールガンのプロトタイプは、方針となるレールの全長が約6メートルあって総重量は8トンで、口径は40ミリメートルと小さいものの弾体を極めて高速で射出することが可能で、試験データにおいてその発射速度は秒速2297メートルと非常に高速なんだって。これはマッハ7に相当する速度で、現在海上自衛隊の護衛艦の主砲であるンク45の初速や、アメリカ陸軍の 155mm 榴弾砲 M777 の初速に比べて3倍近い速さであり、弾体が目標に衝突した際の威力はかなり大きいぜ。2023年10月17日には防衛省装備庁と海上自衛隊によってレールガンを海上自衛隊の試験艦アスカに搭載して、世界で初めて洋上の艦艇からレールガンの発射に成功したな。そして、防衛装備庁ではアメリカやヨーロッパにおけるレールガン研究技術を吸収するため、2023年1月から研究職の技官1名をアメリカ海軍の研究機関に派遣し、これまで研究に携わった関係者へのインタビューや設備視察などを実施しているらしい。さらに2024年5月30日にはフランス及びドイツの防衛当局とレールガン技術に関する情報共有や意見交換を進めていて、防衛省ではレールガンの開発研究に対し、2024年度令和6年度予算に研究費として236億円を盛り込み早期の実用化を目指しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。